エリック・ FB ・シャウスは、アメリカ合衆国の発生生物学者、インディアナ州、サウスベンド出身。彼の研究の大部分は、黄色症状場への背景性、特に症状場へ排気初期の発生の様式についての研究である。この時期に使用されている遺伝子産物の大部分は、すでに未受精卵の中にあり、母親の転写によって卵形成の間に作られる。しかしながら、 少数の遺伝子産物は肺気の症状がえ自身によって産生されることで供給される。彼はこれらのキシゴーディカリーアクティブジーンズに注目した。これは彼が一時的で空間的な転写のパターンが肺の成長の正常な順序をコントロールする誘因を提供するかもしれないと考えているからである。2005年現在、彼はプリンストン大学のエドワード・ロビンソンスクイブ。 分子生物学教授職である。1995年、初期肺発生の遺伝的制御に関する発見により、エドワード・ルイス及びクリスティアーネ・ニュースライン・ホルハルトと共にノーベル生理学・医学賞を受賞した。彼には3人の娘がおり、夫人は分子生物学者、ゲルトルート・シュプバッハである。シュプバッハもプリンストン大学の分子生物学の教授で、 症状場への卵形成の研究を行っている。ありがとうございます。